最後もコーナー曲がってラスト500ぐらいのところからも一人で行きました。もうそれで行ける自信あった。はい、もう相手も来ちゃいましたんで、残りは自分まだ余裕があったんで行けるかと思います。海外のレースって初めてだったんで、ちょっとどんなレースなんか楽しみにして、まあ、でも自分も足の差は全然そんななくて、うまくチームメイトも距離があって本当に1位が勝ち取れたので本当に感謝しています。